はい、今日は里芋を使ったポテトサラダ作っていきます。まずは皮をむいた里芋、柔らかく茹でていきます。ポテトサラダといっても、マヨネーズは使わず、卵の黄身とお醤油だけで味付けしていきます。全く映えませんが、とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、里芋を茹でていきます。はい、茹で上がったら熱いうちにお醤油を少し入れてマッシャーで潰していきます。滑らかになるまで潰したら、粗熱が取れたところに卵黄を1個入れてよく混ぜて、味を見て少し味が足りなかったらお醤油を足してよく混ぜていきます。ちょっと足りなかったのでお醤油を足してよく混ぜてお皿に盛って完成です。生の、卵黄を使っているので早めに食べてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。